よし、濱家です。今回はね、久しぶりに何気ない量ということで、まあ、結局メインでヤフオクにも出そうかなと思ってるんですけど、まあ、長々とね、漁業動画を流していきたいと思います。そんな感じで、網屋に行ってきます。じゃあ。はい、というわけで港にやってきました。メインスイッチを入れて、チルトダウンしていきます。ドライブ艇なので、上げていたドライブを下げて、エンジンをかけて馬力を上げて、暖気運転をしていきましょう。暖気運転が完了したら表のロープも外して、友のロープ後ろのロープも外してもらいます。今日はですね、釣りも兼ねてということで、網やり終わった後に釣りもしようかなと思って行ってました。それじゃあ沖に向かってポイントに到着したので、網の端の鉛ですね、鉛を船の表から海の中へポーンと入れて、ロープをシコシコシコと束にして、束にできたら受けも放ります。そしたらクラッチをバックに入れて、ゴスタン、アスタン、まあなんていうのかわからない、ゴスタンだったかな、入れてやっていきます。僕らはね、あの船をバックとか前とかって言うんですけど、まあ普通の漁師さんというか多くの漁師さんはゴスタンとかアスタンとかって使えます。なんでかうちは昔からあれでしたね。で、1枚目の網入れが完了しました。で、この後ですね、ちょっとショッキングな映像が流れてるのでご注意ください。はい、こちら大量のウジ虫です。ウジ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 動いてますね。僕は見慣れてるんですけど、まあね、ダメなことなんですけど、もしかしたらお魚の取り忘れがあったかな、まあ、何かがあってそこにウジ虫が湧いていたっていう感じですね、うん。で、2枚目の網も入れていきます。バッグを入れて同じように網を海の中へ入れていきましょう。で、今回は、サブチャンネルの漁動画ということで、結構ね長く流していくので、お時間ある方、お暇な方、ゆるりとご覧くださいませ。長いからこのテンションでずっと喋れるかわからないんですけど、2枚目の網もやれました。それじゃあ釣果の方を見ていきましょう。はい、3人でアジが 12,3 匹釣れましたね。それとこれは僕が釣ったタイです、マダイ。いや、僕あんま釣りしないんですけどね、めちゃくちゃ面白かったです。それじゃあ帰りましょう。はい、帰りまして翌朝ですね、朝の5時か4時半、その間です。それでは船の方に、こちら氷を積んでます。氷を船の表に乗せて、で、僕ねここで乗ろうかなって考えてるんですよ。ただ乗ったらカメラを後から回収しないといけなくて、乗ろうかな、絵的には乗った方がいいよな、うん、やっぱ YouTube としてやっていくなら乗るべきだろう。よし、乗ろう。やっぱやめるわけですまあね、めんどくさかっただけですね。で、それじゃあ船に乗り込んでエンジンをかけて、同じように馬力を上げて暖気運転です。それじゃあ沖に向かっていきましょう。だんだん船が速くなります。その様をご覧ください。もちろん GoPro も加えて出航していきます。これでいい映像を撮れるように頑張っていきましょう。それじゃあポイントに到着したので、こちらの鍵を使って受けを引っ掛けていきます。で、この船に変えてからね、船の表がすんげー高くなって、こう自分の手で取りにくい状況となってます。だからね、もうちょい低い船が良かったなと思いつつ、まあしばらくはねこの船で頑張っていきたいと思います。それじゃあ網くりがスタートです。まず1枚目の網ですね、最初にやった網何か来ました。はい、こちら赤エイでございます。赤エイはね、食べても美味しい、煮付けにしても唐揚げにしても刺身もうまいし、なんだろうな、エイヒレが特に美味しいんですけど、もうね、なんせ売れないから、もう取ってもね仕方がない。で、悲観してるばかりではありません。こちらでっかい赤いの来ました。赤い、違います、キジハタです。ここらで取れる中では、まあ最もマナガツオや、まあそんな感じの高級魚に分類されます。で、またね赤エイが来て、赤エイね外すの大変だし、網も破るし、あの尻尾に毒もついてるし、でめちゃくちゃね困ります。だからね全部駆除します。もうかわいそうとかとは言ってられません。もうなんだろうな、農家さんのあれと一緒です。あのイノシシとかと一緒です。で、アコウが来て、同じようにこれ石がねついてきました。石もつけたなりだと次網やるときに困っちゃうので外していきます。じゃあアコウも外していきましょう。こちらの網はですね、網の目合いが非常に大きいので、このように簡単に抜けます。ただ網の目が大きすぎると、こういうお魚もね目から抜けちゃうので、
あんまり大きすぎないず、その魚に合った目合いのサイズを選ぶことが大事で、水中ポンプを入れていたら、なんとね、油の給油口のキャップを僕閉め忘れてて、これ大変なことです。もしね、そこから海水がたくさん入ったら故障の原因なんで、これね、今後二度とないようにしていきたいと思います。じゃあこの大きいアコウも外して生かしていきましょう。やっぱアコウはね、いいですね。いつかの長崎で取れるようなでっかいハタ、ああいう系の魚が取れるようになったらなと思います。このアコウは大きくてもまあ2キロぐらいにしかならないんですよね。で、酸素も入れて酸欠の心配はなくなりました。で、途中来てたこれアマテガレイ、これもまた高級魚でめちゃくちゃ美味しい。今ね、美味しい時期です。で、何かおるなと思って網ひっくり返してたら、こんな感じでサザエさんがかかってきてました。お、もう一個ね、サザエさんかかってて、なんでサザエさんかかるのって感じなんですけど、サザエって夜になると動くんですよ。それがね、自分で網の中に自分から入っていくって感じです。で、今のナマコです。自分からドゥルーンと落ちていきました。で、これ木ですね。木も石とかと一緒で網やるときにかかるので困ります。で、網を食ってる、あ、次カサゴですね。で、次はヒトデが来たこの人ではちょっと硬いタイプですね。無修正で外していきます。だからヒトデも簡単そうに見えて、外すのにね、割と時間がかかります。だからこれも駆除します。まあ、半分にね、切って駆除するんですけど、なんかヒトデって分、なんだろうな、別れた後再生するみたいな話も聞いたことあるので、どうなんだろうと思うんですけど、漁師さんによってはね、船の上でカピカピまで光らびさす人もいます。で、今網がね、磯にかかりました。磯って結局何かっていうと石なんですよ。石にかかって、だから外れる方向に斜めに引っ張るとうまいこと外れます。変な方向にね、無理やり引っ張ると網が破れちゃうので、ここは慎重にやっていきましょう。で、次こちらは大きなヒラメですね。ヒラメも今の時期すごい痩せてるので、大きいやつだけ生かして、小さいやつは海の方に逃がします。まあ、資源管理の一環といったところです。で、酸素が向こうにあるんでね、向こうの方に逃がしましょう。それでは網くりの再開です。もうサブチャンネルなんで、ゆっくりとね、無駄なところも流しつつ、何が来るのかなって皆さんも一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、今皆さん何が来ましたか。こちら、ご存知ですよね。クロダイ、はたまたチヌといったところです。で、同じようにカサゴ、もう僕ぐらいになるとね、この遠目からでも全然わかります。オニオコゼ、これアコウですね。で、またオニオコゼが来てました。で、またサザエか、あ、オニオコゼじゃなかった、サザエだったかな間違えてたかもしれん。で、オニオコゼは踏んじゃうと大変なんで、先に外しておきましょう。口を持って目から抜いていきます。はい、オニオコゼです。まあね、何回かこの話してるんですけど、僕オニオコゼを下に置いてる時に、魚外そうと思って膝から座ったら、そこにオニオコゼがいて、膝のこの剣、膝じゃない、オニオコゼの剣がね、僕の膝にゴリって刺さって、たまたまのところまでね、しびれと痛みが来たことあって、痛すぎて本当に鼻歌歌いながら網食ってました。やばかったです。で、さっきのコブダイで、またヒラメがね、パラ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 と来てて、これもまたヒラメですね。落ちないように一応横に網を避けて、また網をこのローラーにかけて、ヤングローラーっていうんですけど、かけてやっていきます。ちなみにこちらのヤングローラーは後進さんのヤングローラーです後進さんご存知の方がまあいるかどうか分かりませんけど。で、またね、これエイがバラ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 来るんですよ。この時期になってくると本当エイが多くて、5年前とかまでエイなんかいなかったのになっていう感じで、で、ね、うちハモナーもやってたんですけど、ハモナーをね、ここら辺やった時ね、エイでもう縄が浮いちゃって大変です。もう30キロ40キロのエイがね、バンバン縄食ってるんですよ。で、いつかね、その動画も撮りたいなと思います。さあ、続きを見ていきましょう。僕もちょっとね、黙りましょうか逆に皆さん、この場っていうか、そこで見ながらちょっと解説してみてください。僕みたいに、あ、なんか来ましたね、さらなる追い打ちが。なんだろう、こう食ってるとね、網がなんか重たく感じてくるんですよ。
でなんか一本になるんですよ。もうちょっと見よったら分かるんですけど、網がねこうほら一本になって、何やなんか来たと思ったら、まあ僕はもう分かってるんですけど、こちらでっかい赤貝が来ててね、このまま上げるとまあ網を破っちゃうので、網をねローラーから外して上げていきましょう。くそ、ふう。これがまた重たいんですよ。で僕もね、あでこれね、あの尻尾の剣だけかかってたので、抜けました。で網も見てください。もうこんなぐっちゃぐちゃにしてね、これ直すのに20分ぐらいかかるんですよね。すごい大変。だからもうなんだろうな、クソガーとかボケガーみたいなのをね船の上で言ってるんですけど、もうそれぐらいね許してもらわないとやってられないからね。なんか仕事中、仕事やのに文句言うなとか言う人いますけど、文句の一つぐらいね人間なんだから出ますよ。はははって笑っとけばね許してもらえると思ってるんで、そんなまあ気楽に人生生きていきたいと思います。こんな感じでずっとね何かしらが来て、また木も来て、とりあえず横に避けておいて後から外します。さあどんどん食っていきます。まあこのカレーはいいんですよ。カレーは今すごい相場いいから。また赤貝が来て、横に避けて、でこれはメイタカレーかな。もうね赤貝ばっかりですね。人でカレー、ヒラメかカレーかどっちだ。これは金メバルですね。まあ正確には多分赤メバルだと思います。でまたね、あの気づいたかわからないんですけど、網食ってたらこう2本が1本になったじゃないですか。こういう例はもうこいつが来てる、こいつかハモか来てるって感じです。まあ破らないように同じように上げていきます。で上げたら、あ危ない危ない、鬼おこぜ、これに刺されるともう死んじゃいます。死にはしないんだけど痛みで比喩表現ですね。でオニオコゼの毒はタンパク質毒、まあよく僕神経質毒って間違えるんですけど、タンパク質毒なんで、あの60度以上の熱湯に手をつければ大丈夫。で1枚目の網くりが終了しました。それじゃあ死なないように魚に水をすくってかけていきます。それじゃあこちらのお魚たくさんいますね。まあほぼほぼエイに時間取られるんですけど、外していきたいと思います。あまずね、あの当然鬼おこぜから外します。間違って踏んでしまえば大変です。こちら鬼おこぜ、これをあの入れ間じゃないバケツに入れて、でこれ何してるかっていうと、赤貝の尻尾を折ってます。ポキッと赤貝側にねポキッと折ると折れます。この尻尾というかトゲ、逆剣になってて一度刺さると全然抜けないんですよ。これがまた痛い、ほんまに痛いから、もうね機会があれば刺されてみてほしい。本当に抜けない、ペンチで1センチ刺さったらペンチでも全然抜けないんですよ。僕いっぺんねトビエの剣に刺されてね1センチぐらい刺さってて、抜こうとしてペンチでつまんだんだけど、痛い、もう肉がねえぐれちゃう。だからね病院で切ってもらいました。で赤貝じゃないわキジアダとか生かして、こちら小さいヒラメですよね。小さいヒラメはもちろん放流で、これね今の時期めっちゃ取れるくせに、あの高い時期になると取れないんですよ。不思議ですね。で一番大きい赤貝を外すのをちょっと無修正で見ていきましょう。本当大きい、こちらの大きい赤貝はね、この剣もすごい大きいです。小指ぐらいあるんじゃないかな。でこういう大きいやつは2本毒針ついてたりするので、今しっかりついてないか確認したとこです。で外していこうと思ったら大穴が開いてました。でちょっとね破って、もうそこから抜いていきます。ここまで大穴だと一目破ろうがやぶらまいが一緒です。で裏面はちょっと網ですれて、汚らしい感じにはなってますが、まだまだ生命力が強いので生きてます。こんだけの赤貝が取れました。取りたくないんですけど、まあ、仮に市場で売っても本当何十円とかもしないので、箱代の方が無駄です。取れた方を見ていきましょう。青ナマコですね。もうナマコの時期じゃないので捨てます。でこれは赤貝で、口がこんな感じで宇宙人みたいでちょっと怖い感じです。でこれが金メバル、赤メバルで、これがイネゴチ、
ワニゴチだったかな、どっちかっていうのをいつまでも覚えない。で、カサゴ、煮付けがうまい。で、クロダイ、チヌですね。今の時期はあんまりです。で、色悪くなってますが、こちらはマダイ。で、これがコブダイのギリメスかな、まだメス。まあ、ちょっとオスかも。で、これサザエ。サザエさん。で、死んだやつを氷水の中に入れていきます。で、最後にですね、網の中にお魚が残っていないかしっかりと確認をして、残っていなければ網くりは終了です。それでは場所を移動しまして、2枚目の網を食っていきましょう。同じような感じですね。さあ、2枚目の網はかかっているのでしょうか。1匹目何かやってきて、2匹目ヒラメ、3匹目もヒラメといった感じで、ヒラメが大変多かったですね。で、こちらがウマヅラハギ。で、これがわけのわからない、なんていうカニかわからないカニです。で、あれは何かな、またヒラメかな。ヒラメはもうあの手のサイズはね、全部逃がします。これもまた逃がすサイズのヒラメ。ヒラメがね、なんでこんなに安くなってきたら取れるんでしょうか。じゃあ第一陣を外していきます。で、ヒラメは逃がします。まあ息がいいですね。で、奥の方にまあタイとかなんかいましたね。で、第2枚目の網の第一陣が外し終わって、第二陣食っていきましょう。で、さっき見えてたこちらタイですね。タイ生きてたので生かしておきます。池間の中のあの木がね、水吸ってもうひん曲がってますね。なんか木に変わるいい素材があればいいなと思うんですけど、まあ FRP とかいいかな。で、こちらが大きなね、ハリイカですね。モンゴーじゃないですよ。めちゃくちゃでかいハリイカ。あれがハリイカのまあ最大サイズですね。コウイカっていうんですけど。で、これは企業努力なんで、マイナス評価しないでくださいね。こうやって、これね、すぐ曇るんですよ、画面が。だからああやってね、綺麗な画面をお届けしようと頑張ってるわけです。で、なんかでっかいのが来た。これはコブダイのでっかいやつです。で、コブダイって小さい頃は全部メスで、大きくなるほどにオスに変わって性転換していくんですよ。で、コブダイがコブダイじゃなくて、コブダイのコブがどんどん大きくなって、で、いいみたいな、あ、オスになるみたいな。で、さ、これはね、ウマヅラハギの奇形ですね。形がおかしい。で、さ、あ、めっちゃ可愛いな。で、さっき大きいヒラメ逃がしたと思うんですけど、まあ大きいヒラメでもやっぱちょっとガリガリすぎるなと思ったやつは逃がしてます。で、コブダイの頭の中って油らしくて、で、あれ刺身と食べると美味しいって国民宿舎の木下さんがおっしゃってましたんで、ちょっと今度ね、やってみようかなと思います。で、こんな感じで網にタコもかかってきます。タコはなんかついてる魚を食べようとしてかかってきたりもします。で、これ僕気がつかなかったんですけど、ババダコって言って、出産産卵を終えて痩せてしまって、もうすぐにね、死んじゃうタコだったみたいで、生かしてたんですけどね、すぐに死んじゃいました。で、この彼でっかくないですか。めちゃくちゃでかいでしょ。ほら、もうめちゃくちゃでかい。ほんまに。ほんで、またあいつが来たということで、ほら、これこれ、こんなにね、綺麗な景色の中、すごいエイリアンみたい、見たことない人が見たらエイリアンみたいかなと思うんですけど、でっかいね、巨大アカエです。これも、これは網か、網にかかってますね。で、上げていきましょう。このでかいアカエが全部で3匹来たのかな、今のところ。だからもう、直すのが大変ですね。で、この網食って、今3日ぐらい経ってるんですけど、まだちょっと忙しくて直せていません。また来てね、どんだけ海の中赤エイがおるんねんっていうぐらいいます。赤エイはめちゃくちゃその繁殖力が強いんですよ。で、赤エイが繁殖したから、なんだろうな、貝とかも取れなくなったって言われてるし、まあ温暖化の影響とか水質の影響とも言われてる。わかりません。で、こちらが初物のね、渡りガニです。で、今のなんだろうな、まあいいや、赤エイで疲れてもう座って食ってます。で、こちらマゴチですね。いいこっちです。でかい。で、渡りガニ初物だったんで、あれはちょっと食べさせていただきましょう。美味しそう。で、これ僕が暴飲暴食の時によく食いしん坊さんで食べる赤エイですね。で、さっきのは外子の黄色い外子を持った渡りガニです。それじゃあ網くりが終了いたしました。2枚目の網が終了です。渡りガニが2匹おってね、今年はもしかしたら渡りガニが多いかなと思って楽しみです。それじゃあ外していきましょう。渡りガニの難しい外し方を無修正で見ていきます。ただこの渡りガニはまあ結構簡単でした。あんまりかかってなかった、ごじゃごじゃと。
で、渡りガニはこういうヒレにかかった網を外して、で、なんだろうな、本当はもっとね何回も返さないといけなかったりするんですけど、これ運よく出てたので、外していきます。で、爪のとこはなんだろう、上側から外側に回して、これ今糸を外してます、下に外していきます。下からだとなんか爪の付け根の構造上で外せないんですよ。だから皆さんも外すとき真似してみてください。で、カニは自節って言って、こうやってね、たまに自分から爪を落とすんですよ。こうすることによって、例えばタコに襲われているときに爪を自節で落として、その間にタコがその爪に夢中になってる間に逃げるっていうねやり方です。で、これあの外子ついてるので逃がします。で、渡りガニ今泳いでると思うんですけど、渡って泳ぐこと、渡ることから渡りガニって言われます。渡るほどは泳がないんですよ。それじゃあ取れたものを見ていきましょう。こちら、毛ガニじゃなくて、なんだ、石ガニですね。僕はモガニって言ってます。で、これ平家ガニで、顔を見てください。なんかすごい人の顔みたいじゃないですか。これは平家の落ち武者がこのカニになんか亡霊として乗り移ってるからみたいなねことを言われてます。で、こちらが渡りガニ、これいただきます。そしてこれが岩蔵ビラメ、干すとね大変美味しいです。で、赤ゲタ、こちらは煮付け唐揚げ最高ですね。で、これがね、あ、思い出した、サカタザメでございます。僕がいつもエイサメって言ってるんですけど、これ石餅で、サカタザメも美味しいらしいです。で、これがハリイカ、大きいですね、うまそう。で、これがコブダイ、コブブヨンブヨンです。はい、それじゃあ網くりが終了しましたので、お疲れ様でしたということで帰っていきましょう。それでは港の方にやってきました。奥に見えますのが国民宿舎の木下さんでございます。まあ、なんで木下さんが来たのかっていうと、まあ巨大赤エイがありますよって言ったら、あ、ほな、じゃあエイヒレしようかということで、赤エイを取りに来てくれました。ありがとうございます。それじゃあ取れたものを生かしていきましょう。画面が曇ってますね、すいません。じゃあ取れたものがどれだけ取れたか分かるようにちょっと出していきます。第一陣ですね。アコウ、チヌ、ウマヅラ、ヒラメ、マダコニ、オニオコゼ、アコウで、マゴチ、サザエ、メイタガレイと、たくさんの種類がこれだけね取れました。高級魚もたくさんいます。アマテガレイもたくさんいます。それでは網水の中へ生かしていきましょう。まあたくさん高級魚は取れたとはいえね、大変今コロナの時期で、ほんと値段もね半分ぐらいまで下がっております。早く戻ってきてほしい、本当に。これ大きなヒラメですね。それも生かしておいて、でこちらキジハタ、いやいいな本当に、ハタは、ハタ系は。これは4つぐらいかな、取れました。でこちらがアマテガレイですね。めっちゃぷっくり超えてる、本当にこれめちゃくちゃ今美味しいです。もうちょっとしたら取れなくなります。これがマゴチ。マゴチって何のフグって言われとったかな、夏のフグだったかな、ちょっと忘れちゃいましたね。でこれマダコ、まあババダコだったんですけど、ウマヅラハギが5つぐらい取れて、で、アマテガレがこれだけ取れたよっていう感じです。いやお腹空いてきたなで、これがチヌとメイタガレですね。はい、じゃあみんな大好き水中映像がこんな感じで、おお、危ない、ぶつかってきました、交通事故です。後で賠償金を請求しておきます。賠償金、まあよくわかんないや。こんな感じで、みんな行き急いでますね、頑張ってます。それじゃあロープの方にくくって、今朝のあれは終了です。それじゃあお家の方に帰っていきましょう。で、渡りガニも持って帰ります。では、最悪、はい、じゃあただいまということで帰ってきました。で、ズボンはお母さんに塗ってもらうんでパンツで帰ってきました。で、今日はちょっとこれから組合の会があるので組合の会行ってきます。で、親父が迎えに来てくれるので歩いてます。いや、自然がいっぱいでいいね、これ、かわいいお花だ。はい、じゃあ帰ってきました。というわけで、昼飯を作りたいと思います。で、こちらさっき取ってきた子たち で今日はもうカニを湯がいて食べるだけです、それだけで。ちょっとね、チヌもさばきます。で、帰ったら嫁がレタスチャーハン作ってました。で、文句を言うとね、また何文句言ってんだって言われるかもしれませんけど、僕はレタスとチャーハンはね全然合わないと思います。チャーハンは美味しかった。
じゃあお湯の中にカニを放り込んでおきます。25分ぐらいかな。ほな次チヌ、鱗を取りまして、これで OK。 ほんで没頭して頭を切ります。でこう切って、切ったらこう骨を取つ。 OK。 でお腹裂いて、お腹の中取ります。うわ、石食べとる。この子石食ってますね、くせえ。そしたらこちらを洗いまして3枚におろしていきます。まず逆さ包丁入れてみようかな。で包丁をカッて入れて、ひゃーっと、でこうですね、中までいったらこう切って、でこうよし、で OK。 でこっちもこんな感じ、きれい。で反対も同じように包丁を入れて、で中まで、入れていきます。中までいったら返して、こっちで、こっちも包丁さーっと入れていきます。でキャーッとこうして、中までいったら通して、骨を断ち切る。でこっち、めっちゃ包丁切れるわ。 OK。 でこんな感じで、身はやっぱりね、水っぽいしブヨブヨですね。今のチヌ対はあんまよろしくない。じゃあ次腹骨をすいていきます。腹骨をすいて、で反対もよし。で次皮ですね、皮を引いて、よし、はい、反対も同じように包丁が切れすぎて、よし、はい、リカバリで、血合い骨を取って、で、こっちもピュッと。はい、じゃあ身にできました。それじゃあもう適度な大きさに切り分けて、これはこれで OK。で、醤油と、ニンニク生姜をちょっと入れて、で、揉みます。塩コショウも。それで片栗粉つけて、油へドン。で、いいとこで返して、これで火が通ったらお皿に持っていきます。はい、チヌ唐揚げ完成。で、これカニもできました。いい感じで、カニもお皿に持って、はい、茹で渡りの完成です。はい、じゃあ景色のいいお外でいただきます。はい、それじゃいただきます。箸忘れたけど、まあカニで汚れるからいっか。じゃあまずこちら、タイの唐揚げ、チヌか、ごくうまい。唐揚げならね、美味しく食えます。刺身とかやると水っぽすぎて食いにくいと思いますね。うん。でこちら、ワタリガニですね。カパッと開けて、カパッとしてね、これうまそう。これ味噌です。これ卵少ないなと思ってもね、あの次の卵がここに控えててあるんですよ。この味噌がまたうまい。うん、これが本当の大人のね、味噌汁です。本当の大人の味噌汁って何だろう。あ、めっちゃうまい。でこれがエラですね。でこれなんかツイートン、これカニエラエボシって言ってね、まあ貝です。貝、貝だと思えば全然怖くない。貝を取って、とりあえず割ります。よし。でここに大きい身がついとるから、これ取って、でこの周りの、膜を取る。膜っていうか柿、貝で、これにこう卵とかをのして、でこれいただきます。いざ。抜群。やっぱ干物はうまいですね。じゃあまた後でゆっくりと食べます。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。結構な量も取れたし、初物もカニも取れたし、いい量でした。楽しかったです。でもあのエイがね、いっぱい取れて、もうあれが大変ほんま。これからの時期多分エイがめっちゃ多くなると思うんで、それだけね、嫌です。ありがとうございました。